はい、皆さんこんにちは、よっちーです。今日はですね、大草高等の本ですね、質問回収をご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。仕事で、神社仏閣に協力したら方々になるかっていう質問に対してですね。で、また質問で、私は警備会社に勤務しています。会社の、契約先に邪宗の神社や寺院があり、そこに異常があった場合には職務として駆けつけて本堂等に入り調べなくてはなりません。このように邪宗に協力をして方々にはならないでしょうかっていう質問ですね。それについて、大草高等が回答してくれてます。警備会社の職員として、邪宗の神社仏閣に異常がないかどうかを確認し、その安全に協力したからといって、それは信仰とは別次元の、仕事上の契約に基づくことですから、方々とはなりません。質問の内容とは逆のケースですが、第9世日遊上人の慶義上に、絵師、仏師、あるいは家事、万象等の他種をなるを使うことは、御導冒頭にも苦しからず、作業を沙汰するがゆえなり、聖典977ページとあります。つまり、本堂や庫裏を建てるときに、他種の絵師や仏師、家事や大工等を使っても構わない。その理由は、材料を、沙汰するがゆえなり、その労力に対して賃金を支払うから、信仰行為とはならないからであるとされています。では、質問のように、本宗の信徒が他宗の仕事をする場合はどうなるかと言いますと、59世日光上人は、慶義上の条目を解説された後に、当門の人のその職事のために他宗に交易せらる、またこれをもっと持って順次すべし、富士要集、1巻178ページ、この慶義上の条目に準じて行えばよい。つまり、代金をもらって仕事として受けるのであれば、方々にはならないということをお示しであります。ただし、それを地元にある寺院だから等と言って、町内会の人たちと一緒になって無償で修繕工事をしたり、夜回りに携わって奉仕する等ということになれば、もちろん方々となりますから、注意しなくてはなりません。なお、また、方々の恐ろしさを知った本宗の信徒として、いくら代金をもらうにせよ、邪宗の仕事などしたくないというのは当然の信条ですから、もし断って済むなら断ればよいでしょう。わざわざ受ける必要はありません。しかし、その仕事を受けなければ、事業そのものに支障が出るとか、あるいは勤めている会社がその仕事を請け負って自分が担当にされてしまった等のように、避けられない場合もあることでしょう。そういう場合に、きちんと対価をもらって仕事としてする場合は、方々とはならないということでありますということでですね。そうですね。そうですね。検証会員の方は、慶義抄を知らない方がほとんどなので、ちょっとですね、正しく理解をしていただきたいですね。偽本尊だよ。って言うと、偽本尊じゃない。って言う。本門階段だよ。って言うと、国立階段だよ。って言う。方々だよ。って言うと、方々じゃない。って言う。そうして、後で幕まみれになって新人しよう。って言うと、新人します。って言う。
霊でしょうか。いいえ、誰でも。でこのまま、続きまして、社員旅行で神社仏閣に行くのだがっていうタイトルですね。で質問で、社員旅行で蛇州の神社仏閣に参詣することになってしまいました。断ることができないのですが、どうしたらよろしいでしょうかっていう質問に対して、大草高等が答えてくれてます。回答ですね。社員旅行があり、そのコースに蛇州の神社仏閣が組み込まれている、拒否すればマイナス評価の対象となるので行かざるを得ないという話はよく聞きます。そこでまず参詣参拝という言葉について考えてみてください。お参りをする、拝むということです。ところが会社の社員旅行で神社仏閣に行くというのは、お参りするというよりも歴史的な建物建造物等を見学して見識を広めるという目的で組み込まれているのでしょう。つまり見学すればいいだけのことで、信仰の行為まで強要されることはないと思います。ですからやむを得ず神社仏閣に行くことになったとしても、絶対に拝まない、賽銭や布施等の信仰行為はしない。まずそのことをしっかりと心に定めておいてください。このように言うと、では見学なら大丈夫なのかと簡単に考える人がいるかもしれませんが、そういう安易なことではないのです。26世日刊上人は常に心に釈迦を忘れて、釈迦の名言を思わずんば、心が方々になるなり、口に釈迦を言わずんば、口が方々にどうずるなり、手に術を持ちて本尊に向かわずんば、身が方々にどうずるなり、文壇608ページ、これ文壇って読むんですかね。とご指南されています。鹿の名言とは、日蓮大聖人が説かれた念仏無限全天魔真言亡国律国俗という4つの格言です。大聖人は当時流行していた4つの代表的な蛇宗教を取り上げて、念仏宗は人々を無限地獄に落とす教えである、禅宗は仏教を破壊する天魔の教えである、真言宗は国の柱を倒す亡国の教えである、立宗は国俗を生む教えであると喝破されました。これは一言で言うならば、蛇宗教こそがあらゆる災いの源、不幸の根源であるということです。日刊上人はこのことを常に心に思い、蛇宗を打ち破っていく志を持っていないと、心が方々に誘導して影響を受けてしまうと注意されているのです。このことについてもう少し説明をしておきましょう。考えてみますと、私たちはいろいろな人と付き合い、交わって生きていますが、その中で知らず知らずのうちに相手から影響を受けて、考え方や話し方、癖などが自分に移ってくることがあります。しかもその場合に信頼し尊敬している相手からは強く影響を受け、逆に嫌ったり軽蔑している相手からはほとんど影響を受けないということもお分かりいただけるでしょう。このことは私たちの生命の働きとして信頼し尊敬することにより、その対象が持っている人生観、考え方、話し方等と自分の中に受け入れる力が働くということになるのです。だから逆に軽蔑し嫌っている相手からの影響は受けないのです。信仰もこれと同じです。蛇宗を信仰すれば、その害毒をストレートに受けてしまいますが、蛇宗を恐れ強く嫌っていたら、その影響は受けずに済むのです。では信じもしないが嫌いもしない、無関心ならどうかということですが、強く、蛇宗を否定することなく無防備でいきますと、それほど強くはなくとも、目から耳から、心からその蛇宗の害毒が入ってきてしまう、影響を受けることは免れません。
それゆえ、日刊商人が示されているように、邪習こそがあらゆる災いの源、不幸の根源と固く心に刻んで恐れ嫌っていく。そして邪習方々の人々への釈迦を心がけていくということは大切になってくるのです。この日本の国では、たまたま歩いていても、邪習の神社仏閣に遭遇します。また、社員旅行や修学旅行などで、邪習の神社仏閣に行かざるを得ない場合も出てきてしまいます。そのような場合も、そこが恐ろしい邪習であるとの思いを強く持って、絶対に油断をせず、手を合わせたり、再選するとの信仰行為はしない。また、日頃から邪習方々の存在を黙認せず、釈迦に励んでいく。こうした点をしっかりとわきまえていれば大丈夫なのであります。私自身、昔大変怖い体験をしたことがあります。私の実家では、念仏の寺の横にある墓地に墓があるのですが、帰省した際にお墓参りに行くことになりました。当時、まだ、初心者だった私は、邪習の境内を通って墓へ行くことについて油断がありました。そして、その寺の門前に来たとき、邪習の寺とはいえ、門や建物には歴史的な風格があって結構ではないかと思いました。門を入って本堂の前を通り過ぎるとき、扉が開いていて金ピカの仏像が見えました。それを見て、拝めば方々になるけれども、美術品として見ている分にはこれも結構と思ってしまいました。そして、墓参りをしていると、邪習の住職がやってきました。その住職が、私の父親と挨拶を交わしているのを見て、邪習の住職ではあるが、気さくな人柄のようで結構と思いました。そして、墓参りを終えて帰る途中、にわかに目の奥と頭の芯がズキズキと痛み出したのです。その痛みは、時間とともにどんどんひどくなっていき、寝不足のせいかと思って休んでみたのですが、全く痛みが取れません。その夜遅く実家から戻ってきて、駅のホームの階段を降りるときにもまだ痛みが続いていました。さすがにおかしいなと思い、そこで初めて気がついたのです。大聖人様の御所に、また曰く、根性に悪行成就し、中略、いわゆる頭と目と背との悩み等云々、御所911ページとあるの。そしてあれがいけなかった、あそこが邪習だという自覚が薄れ、釈迦の心も失っていた。だからまともに邪習の解読を受けてしまったのだ。そう気がついて、その場でご本尊様を思い浮かべて、心から本当に申し訳ありませんでした。この次に田舎に行った時には、あの住職を必ず釈迦しますので、どうかお許しくださいとお詫びして、大目参照したところ、痛みがピタッと治ってしまったのです。もちろん後日、その邪習の住職に対し釈迦をしましたが、こうした現象は私だけでなく、他にも何人もの人たちが体験しています。邪習には実際に恐ろしい害毒があるのです。ですから決して無防備で近寄ってはなりません。心に固く邪習を嫌い、釈迦精神を持っていくことによって初めて害毒を跳ね返すことができるのです。ということでですね。はい。だからやっぱこう構えていかないとやっぱり大変になるということですね。はい、そういうことなので、本日はこれで動画を終わらせたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。